時間に30キロの速さで北北東に進んでいます。中心の気圧は。おばさん、あれ何？あれはね、町を守るための波除けの扉よ。町に大きな津波が来ました。その時海に流された子供の霊が。この辺にしとけよ。おじいさん、この辺の人？川のそばの文房具屋だよ。どうしてこうやって灯籠を流すか分かる？お盆が終わると魂が戻っていくの。ダメ、連れてかれる。隊長、呪われたんだ。あいつらに呪われたんだ。お盆でしょ。海で死んだ人たちが嵐に乗って帰ってくるって言われてるの。お兄ちゃん、何見たの？こうちゃん、もしもし、何今の？修二君探さなきゃ。お願い。